川隆久の国際不動産投資成功塾。皆さんこんにちは。市川隆久の国際不動産投資成功塾ナビゲーターの吉川涼子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。はい、こんにちは。国際不動産エージェント代表の市川隆久です。さあ涼子ちゃん、今日も頑張りましょう。今日も張り切っていきましょう、ね、張り切っていきましょう、はい、元気だね。元気ですよ、いつも。ね、今ね、今回この録音してるところっていつもとちょっとね、はい、違うところでねやってて、まあうちの事務所でやってるっていうことなんですが、いつもはちょっと違うところでやってるんですけど、今目の前にこう見えるものはサグラダ・ファミリアっていうですね本が、はい、これちょっと あるスペインの人からもらったんですけど、そういえばあれだね、スペイン大使館でセミナーやったね。やりましたね。あの時ね、受付やってくれたじゃん、はい、どうでした？すごい人がたくさん来ました ね。人がいっぱい来たし、なかなかできない経験でしょ。そうですね、行けないですもんね。あれでもなんでなかなか入れないかってわかる？海外だから。そうです、はい、あそこって大使館の中って日本じゃないんです、実は。治外法権だから、だから普通の出来事じゃないんだよね。そうですよね、非日常の出来事じゃないですか。だから、まあ、でもパスポートいらなかったけどね、パスポート見せろって言われなかったもんね。そうですね、うん、だから、まあ、事前にちゃんとね登録はしておいたけどね。だからそういう機会ってなかなかないんだけど、すごくスペイン大使館の人よかったね。よかったですね、うん、ものすごくなんか丁寧でね、優しくて皆さん、うん、そうなんです。でその時はたまたまねバルセロナのねセミナーっていうことで、別にこの物件を売るっていうよりもバルセロナでずっとコンサルティング、不動産コンサルティングやってる、まあ向こうの人ねが来て、いろいろ日本の人にも紹介したいということで、で本当はね5月ぐらいにツアーをね考えてるんだけど、まだこれからっていう感じだけどね、ぜひねそんな形でね共有できたらいいなと。でサグラダファミリア、僕ね2回ほどね目の前までは行ってるんですよ、はい、で仕事で行ったから中入れずで。あ、残念ですね。これ入ると半日ぐらいかかるんだね。本気になったら1日ぐらいかかるらしい。そうなんですね。でこれほらもう全然出来上がんないと言いながら、2026年には一応完成を目指していて、それはガウディさんの亡くなって100年経つんだよね、それがね。だからちょうどそのタイミングで本当にできたら、まあ、大体工期はずれるからね、メインの人も割とラテン系だからねとは思いながらも、だんだんできてきたらすごいだろうね。そういうとこやっぱり行きながら、なんかそういう機会をね持ってね、うちの会社なんかいっぱいやってったら楽しいよね。そうですね、はい、それでは今日の番組始まりです。コーナー、それではリスナー様からの質問に答えるコーナーです。早速今日の質問をご紹介いたします。アメリカで不動産投資をしたいのですが、おすすめの都市を教えてくださいという質問です。私は海外不動産に2年前から興味を持ちました。個人的にはアメリカに興味があります。セミナーにもいくつか参加してみましたが、どの都市の不動産を選んでいいかが分かりません。市川さんの見立てでぜひおすすめの都市を教えてくださいとのことです。はい、これね、これなかなかね予算と思考性と目的とではっきり言って決まるので、一概に正直おすすめっていうわけにはいかないんですね。僕が個人的に好きだどうのこうのっていうのは、だけど多分僕に聞きたいのは個別相談というよりも、市川さんがアメリカに対してどう思ってるんじゃないかなってことを多分聞きたいんだろうなと思って、あえて個人的な見解を今日は述べさせていただきたいなと思います、はい、ね、今巷では日本の人がですね、まあ、アメリカの不動産買う時の目的に一番今ヒットしているのが原価償却、まあね、このポッドキャストでも前やったと思うけど、要は古い建物を一気にスピード償却して、その不動産を買って実際の価値は落ちないんだけど、建物価格を一気に償却し、4年間で償却できてるからね、木造の場合は古い22年以上経ってると、はい、そうすると建物の割合がものすごく大きいところを買うとメリットがありますよっていうことなのね、分かりやすく言うと。でそれで今ブームになってるのはテキサス州かな、テキサスの、まあ、ダラスとかヒューストンとかの一戸建てを買って建物の割合が8割ぐらいのものを買って、で実際値上がりしてるから節税効果もバッチリですよみたいなことやってて、なんだけど僕個人はね、いろんなやっぱ不動産って生き物だから場所は変わらないんだけど、相場とか含めてやっぱりね結構ね
ブームも含めて変わるんですね。でテキサスずっと見てたんだけど、やっぱ上がり方が激しくて、値段のどっかでやっぱり一段落するんですよ。でアメリカの経済も今年もう利上げもしないっていう発表になったけど、ちょっと もしかしたらもったりする可能性はある。だけど不動産価格は伸びてきている。でももう高止まりしてる感覚もあったり、高いところの不動産はちょっと手が出ない人も増えてきた、まあ、ハワイなんかもそうなんだけど、言うとですね、僕の場合で言うと、これから伸びるところを買うっていうのもまだまだあるんですよ。そういう意味じゃテキサスだけじゃないアラバマとかね、とかっていうのが多分これから出てきたりするんだけども、はい、そういうところはあるんだけども、僕は注目してほしいなと思うのはやっぱり西海岸の、もうシアトルでありサンフランシスコでありロサンゼルスでありサンディエゴであり、このあたりの、まあ、日本人に非常に馴染みの深いところのマーケットの中でちゃんと厳選して、いいものを買えるチャンスが出てくるんではないか。ただこれはね、もちろん予算によりますよ。だから僕はもう話してるレベルで言うと、まあ、5000万以上っていう話になっちゃうので、まあ、1000万しかない2000万しかないっていう方はちょっともうははーんって聞いといてもらえばいいんだけど、基本的にアメリカで本格的にいろいろ投資をするチャンスという意味で言うと、本当のイケイケの時っていい年のいいところ買えないよね。みんなが買いに来るから。でそこが多少落ち着き感を持っていて、ちょっと市場の中で選べるなと思った時にできればいいところのやつを買っておいた方が後々絶対、アメリカってね、なんかあってちょっとショックで下がったりして、だけど 2,3 年持ってれば持ちこたえられて逆に上がっていくっていうのがあって、それはやっぱり基本的にね、西海岸、僕が言った今の年っていうのは人口増えていきます。でなおかつアメリカって Facebook、Google とかね、いわゆるシリコンバレー、西海岸のサンフランシスコの近くです、サンノゼットあたり、あのあたりがまずシリコンバレーで、要はIT の力で世界が変わるんですよ。だからみんなああいうところからですね、発生した会社にがだんだん今やその時価総額も上の方に来てる企業が多いわけよ。昔は大きな高校、例えば GE とかその家電メーカーとかが上の方に来てたけど、今株式の時価総額考えたら IT 企業がどうしても多い。これはもう世の中の趨勢で、技術力なんていうかな、いわゆるその人間の生き方を変えてしまう、スマホもそうだけどね、そういうようなものを提供できるところが強い。で国が強い、都市が強い、そこに優秀な人間が集まる、お金が落ちる、そこの人たちがいい生活をしたい、いいところが不動産の価格に影響する、これが流れが止まってないところは絶対良くて、でそこがガンガン値上がりしてるときはちょっと買いにくいけど、ちょっと上がっちゃったかなと思っても、まあなんていうかな、頑張って買っておけばまた何かあったときに下がってもすぐ戻るんですよ、そういうところって。本当にね、前話したかもしれないけど、ロサンゼルスで前リーマンショックの時に一回やっぱり下がったんだね。だいたいいいとこでもちょっとやっぱ下がったんだよね、2割ぐらい。だけど半年もしないうちに戻ったと、そこはいいところは。だけど周辺でついでに上がったところみたいな感じは今でも戻ってないんじゃないかぐらい、5年経っても6年経ってもどうなのよみたいなところがあって、これって日本で想像するに、まあ、東京一極集中というのはいいかどうか別としても、そういうところは上がって、バブルの時はその周辺の、まあ、田舎と呼ばれるところも上がりましたよ。それはまだ人口が全体的に増えてて世界の景気もイケイケっていう感じの時だった。だけど今はもう時代も変わって全部高齢化社会になって人口が伸び悩んでくる中で、日本なんか顕著だよね。で日本、東京だけが高止まりしてます。で今東京がどうなって高止まりしたんで、地方の都市の駅地下とかいい土地だけは高いんですよ。埼玉でと浦和とか大宮とかいいところだけは高い、はい、だけどそこのちょっと郊外行くともういきなり安いっていうような、そんなことになるので、多分その構図がアメリカとか、まあまあ、新興国なんかでもそういう路線に多分なるので、おそらくねそっちになるはずなので、まあ、ここ10年ぐらい不動産をまた持ってやろうと思うと、そこで、今ブームになってるの、そのこれから来る何にもまだ気がついてない、僕さっき言ったアラバマみたいな、はい、あんまり、ね、ピンとこないようなところの方が面白くて、テキサスは中途半端にちょっともう
値段も上がってきちゃったので物件選定がなかなか難しいので、まあ、それはそれで好きならやってもいいと思うけど、であればもっと分かりやすい一旦もう一回戻るサンフランシスコとか、ロサンゼルスとかの中でもそこそこいいところを狙って、やってまあ、投資する、まあ、予算がないっていう人はちょっとなかなか難しいんだけどね。でもそれはいろんなやり方が出てくる、きますよ。商品的には共同で買いましょうみたいなパターンも多分出てくるので、そういうことに興味を持っている意味ではアメリカにぜひ注目してほしいし、アメリカの西海岸というものはもう一回見直されるべきだというふうに僕は思ってて、で日本からしても飛行機で10時間ぐらいでは以内では行けるので、10時間超えるとねみんな遠いって言うよね。僕は別に13時間あと映画1本見れるかなっていう感じで、すごくそうなんです、ね、10時間だろう13時間だろう何の問題もないんだけどね。うちのねディレクターなんかは ね飛行機そもそもどうなのよみたいな話を言ってるからね、ちょっとその人の気持ちも分かんないよねだけどやっぱりあるね、だいたい話してると10時間以上は遠い、まあそれは普通の感覚ですよ。だから日本人が太平洋を挟んで対岸にあるところの中、仲いいというか親近感が湧く、ね、ヨーロッパに行くと今度東海岸の方が近いからさ、だからヨーロッパイギリスから見たらさそれはニューヨーク行くよね近いから、はい、っていうような、うん、飛行機安いけどね。だからそれを思うとねそんな風に思ってみればいいんじゃないかなという気がします。今日はちょっと私の個人的な見解を述べてみました。はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。